はい、MPF チャンネルです。今日はね、定休日だったんですけれども、ここの方がね、国の認可を受けている認証の工場になりますんで、まあね、エンジン分解したりとか、ブレーキ分解したりしますんで、それでお仕事させてもらってるんで、その関係で、私の方はね、整備士の、まあ、免許もあって、あと、検査主任者いうのも兼ねてますんで、で、そのね、講習がまあ義務付けられてまして、法令と、技術の方と、まあ、分かれてますけど、まあ、法令の方はね、夏終わって、まあ、そっちは4輪と2輪一緒にするんですけど、技術の講習となると、まあ、4輪と2輪とでは全然、まあ、変わってきますんで、2輪の技術講習ということで、まあ、今日行ってきました。まあ、講習とね、やっぱりね、だるいな、いうのが多いんですけど、まあ、午前中のね、学科の方はやっぱりだるかったんですけど、午後のね、技術の方はまあ、まあまあ面白かったんで、まあちょっとその話でもいうことで、ね、で、まあこういう、まあ、資料もらえるんですけど、まあ午前中がね、学科いうことで、何やったかと言いますと、まあこの学科の方もね、まあ4輪と関係ますんで、4輪の新機構とか、まあいろんなメーカーのね、技術的なものが書いてあるんですけれども、で、まあ、2輪の方で何やったかというと、ゴールドウィング、まあね、取り扱い自体は、もうドリームセンさんの扱いなんで、うちの方で売らせてくれと言っても、売ったりできないんで、で、まあね、なんでこれなんだろういうことなんですけど、まあ、2年、補償期間2年過ぎた中古で出回っても、まあね、入ることはあるかもしれませんし、まあ、売った後は、あと、まあ、そっちが入るかもしれないんで、まあ、面倒見ろよいうことかもしれないんですが、で、あと、新機構が前のモデルに比べてどんなのがありますとかいう内容がざっと書かれてます。で、まあ、それをね、やっぱり座学でずっと、まあ、順を追って勉強していくんですけど、勉強というかね、もう乗ってるのが、ユニカム式のシリンダーヘッドとか、まあ、4バルブのね、シリンダーヘッドを、まあ、シングルカムで動かすのに、まあ、間に6カム入れて動かしてますというやつなんですけど、まあ、CRF のね、モトクロスターとかでやってますが、絶対ね、こんなの性能的には DO1C の方がいいいう感じなんですけど、まあ、ゴールドウィングじゃね、そこまで高回転もいりませんし、まあ、デザイン的にも、まあ、綺麗に収まるんで、まあ、採用されてるんかなとも思います。あと、まあ、ジェネレーターがスターターになってるのも、これももういつからやってるいうこともないんですけど、で、あと、スリッパークラッチ、まあ、ミッション車にはスリッパークラッチついてますということで、まあ、この機構もね、バックトルクリミッターというか VFR の頃からもう30年ぐらい前からくっついてる機構とあんまり乖離映えしないんで、これも電子制御で何かやってるのかなと思ったら、まあ、あんまり変わってないですね。で、カセット式ミッション。まあ、カセット式ミッションの利点言ったら、まあ、すぐにミッション外せて、まあ、ギア交換ができるということで、NSR とかから使われてますが、まあ、これもね、GL で使ってどうなのかな。まあ、そこまで多分ね、もう、整備することもないとは思うんですけど、まあ、何かあった時に整備しやすいかなという感じで乗ってるのかと思います。まあ、あとフライバイワイヤーとか、まあ、あと電子制御 あのサスペンションとかブレーキとか、まあ、どっかで見たような機構が乗ってて、まあ、あんまりこうパッとしない学科でした。で、まあ、午前が終わって午後もだるいなと思いながら、で、午前の学科の時ももう、だるい、ねえ、もう知ってるような、知ってるよというか、もうどっかで見たようなね、技術ばっかりなんで、まあ、あんま面白くないんで、こう先読みして、見てやら、実習用の資料なんですけど、まあ、午後から何やるんかなと思ったら、また CBR とか載ってて、これもドヒングセンさんの扱いなんで、うちじゃ売らせてくれない車両になるんで、こんなんやってもね、もう、なんかあったときお前面倒見ろいうことなんでしょうけど、まあ、あんまりもう、昼からもう、もうお昼寝タイムかなとも思ったんですが、まあ、実技会場行ってみますと、MT-09、ヤマハさんの MT-09、まあ、09ですかね、
が、まあ、入れてありまして、別にヤマハ推しなわけじゃないんです、まあ、これまでの動画見てもヤマハ推しいうわけじゃないんですけど、まあ、その電子機構、ね、電子制御装置の、故障診断ということで実技の講習ということで、この OBD の講習だったんですけども、まあね、大体メーカーさん来てやるときにはもう自分のところの診断機持ってきてやるんですけど、この度はまあ振興会さんの方で、講師の方が講習してくれましたんで、ね、こういう故障診断も山田さんの専用の診断機使うのかなと思ったら、まあ、汎用機でどんどん追っていくような講習だったんで、これがね、まあ、結構面白かったです。いうのもね、まあ、こういうセンサー類とか大体外車とかも同じようなセンサー使ってたり、まあ、全く同じものがあったりするんで、で他の機種にももう全然流用できるような作業というかね、診断手順だったんで、まあ、この辺はね結構面白く、うん、もう眠くなることもなく講習受けることできました。でね、まあ、OBD の企画ももうどうですかね、世界規格になって義務付けになってますんで、これからはねもう同じような診断方法で、まあ、見ていけるような感じになりますんで、まあ一部ね専用機じゃないとできないとこもあったりするんですが、まあ、汎用機の方もね性能上がったり、ね、専用機じゃないとできないとか言ってるものも、まあ、汎用機でできたりするのも出てきてますんで、ね、もうディーラーじゃないとこれはうちじゃ受け付けられないないうのももうほとんどなくなってきてますんで、この辺はまあ結構面白かったです、まあ、勉強しててもね、まあ、これからの仕事にも役立てるのではないかと思います。まあ、いろんな、ね、車種入ってくるんで、もうその辺と互換があるんで結構うん、面白く今日は講習受けることができました。ということで、今日の休日は終わりました。ご視聴ありがとうございました。